内川聖一氏。抜群のバットコントロールを持ち、2022年に現役を引退するまで通算2186本ものヒットを積み重ねました。内川氏は2008年には右打者史上最高打率となる3割7分8厘を記録、日本球界を代表するヒットメーカーとしてその名を残しました。しかし、そんな輝かしい選手人生の中で唯一不遇の時を過ごした期間がありました。それは2020年、当時在籍していた福岡ソフトバンクホークスでのことでした。内川氏は一軍にすら上がれず、ついには退団に追い込まれたのでした。その原因はソフトバンクホークスの監督工藤公康氏との確執があったのではないかと噂されています。この動画では内川氏と工藤氏の対立や確執がわかるエピソード、野球史に残る記録を打ち立てた内川氏の苦悩や知られざる蛮行についてご紹介します。果たしてその真相はどのようなものだったのでしょうか。〇〇してきたから追い出した、工藤が内川の悪行を暴露。内川選手は2000年に行われたプロ野球ドラフト会議で横浜ベイスターズから1位指名を受けプロ入り、順調なプロ生活を送るかに思われましたが、右目の視力低下や体調不良に悩まされてしまい、握力まで低下してしまいます。2000本安打を達成した選手の中でプロ入り当初に大きくつまずいた選手は多くはないでしょう。体調不良の原因は顎が右側に曲がって頸椎の神経を圧迫していたことが判明。球団からは顎の整形費を負担してもらうために年俸を上げてもらうなんてこともありました。その後、持ち前のマイペースでプロの環境に慣れた内川選手、2006年にはシーズン100安打を達成し、守備では一塁と外野を守りました。2008年、二軍巡回打撃コーチに就任した杉村茂コーチからの指導を受け、内川選手は覚醒。以前までは内川選手の打撃フォームは前で捌くスタイルで、自身もそれを長所だと考えていました。しかし、杉村コーチから、投手からすれば前で捌く打者の方が打ち取りやすいと対戦相手の視点からのアドバイスを受けます。そこから杉村コーチと打撃フォームの改造に取り組みます。その結果出来上がったのは、懐までボールを引きつける打撃スタイル、前で捌く以前のスタイルとは真逆の打撃スタイルでした。思い切って打撃フォームを改造したことにより内川選手の才能は花開きます。2008年には初めて規定打席に到達すると、打率3割7分8厘をマーク、首位打者に輝くとともに日本球界における右バッターとしての最高打率を記録しました。これにはぼやきで知られる野村克也氏から、内川は歴史に残る右の強打者、90度を広角に使えている、右バッターなのにそういう技術を持っているのは内川と落合くらいじゃないと大絶賛されました。2009年に行われたワールドベースボールクラシックでは日本代表として大活躍、チームの世界一に貢献しました。そんな内川選手は2010年オフに FA 権を行使、福岡ソフトバンクホークスに移籍した後も2011年には首位打者を獲得、2008年から2014年まで7年連続打率3割以上をマーク、2018年5月9日の埼玉西武ライオンズ戦で2000本安打を達成、多くの輝かしい成績を収め続け、日本球界の中で確固たる地位を築いていきました。ちなみにセ・リーグとパ・リーグの両リーグで首位打者を獲得したのは日本球界史上で内川選手のみの快挙でした。内川選手がプロ15年目のシーズンを迎えた2015年、前年リーグ優勝、日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークスを常勝軍団として盤石な基盤を築くべく、新しい監督に就任したのが工藤公康監督です。工藤監督はシーズン開幕前に内川選手をチームキャプテンにすることを公表。その理由について工藤監督は、キャンプ、オープン戦を通じて野球に真摯に取り組む姿勢が見え、一塁守備も居残りで特殊を行うなど積極的にやってくれました、みんなの見本になってほしいと述べ、内川選手の積極性を高く評価。さらに工藤監督は内川選手を4番に起用し続けました。新キャプテンに内川選手、新監督に工藤監督を擁する新生福岡ソフトバンクホークスは2015年には90勝をマーク、
2位の北海道日本ハムファイターズに12ゲーム差をつける圧巻の強さを見せました。優勝が決まった試合では内川選手の目には涙が浮かんでいました。キャプテンとしてチームをまとめながら4番打者で打線を引っ張っていた重責から解放された瞬間だったのでしょう。しかし内川選手にとって2015年の優勝までの道は平坦ではありませんでした。打率2割8分4厘と7年続いた3割超えの記録は途絶え、ホームランは11本にとどまりました。3番には打率3割ホームラン30本30盗塁のいわゆるトリプルスリーを達成した柳田悠岐選手、5番にはホームラン31本98打点を記録した韓国の主砲イデホ選手、前後の好調なバッターに挟まれることで打たなきゃという強いプレッシャーを常に感じていたでしょう。それでも内川選手はキャプテンとして役割を果たし続けました。工藤監督も内川選手の働きを褒め、良好な関係を築いていきました。ひょうひょうとした表情からはイメージすることは難しいですが、内川選手は責任感と正義感が非常に強い選手です。しかし責任感や正義感が強いことが災いして時に間違った方向に進んでしまうこともありました。例えば2012年5月13日に行われた福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズの試合、ホークス1点ビハインドの8回ツーアウト、ランナー1塁2塁の場面で打席に入った内川選手、カウント1ボール2ストライクからアウトコースのストレートを見逃すと判定はストライクに、判定に激高した内川選手はベンチに戻るとバットを叩きつけました。理不尽な判定に憤りを隠せなかったのでしょう。また内川選手は責任感と正義感があるがゆえにホークス首脳陣に意見することもあったのです。工藤監督は監督が決めた采配を選手は忠実に実行するトップダウン方式の野球スタイルを貫いていましたが、内川選手は工藤監督の采配に反対意見を述べることも珍しくなかったようです。ある日試合後に内川選手は野球記者相手に、今日のあの場面で走らせるのはおかしいでしょと発言した内容が工藤監督の耳に入り、工藤監督は内川選手に激怒。トップダウン方式の野球スタイルを重視する工藤監督からすれば、反対意見を堂々と述べる内川選手が面白くなかったのでしょう。監督就任当初は良好だった内川選手との関係が確執へと変わっていくのに多くの時間は必要ありませんでした。2019年、福岡ソフトバンクホークスは内川選手のキャプテンの地位を剥奪。就任当初の工藤監督は内川選手に対し、俺が監督の間はずっとキャプテンをやってくれと発言していたにもかかわらずです。キャプテン制度の廃止について工藤監督から詳しいことは述べられていません。内川選手は自分の納得できない判定を受けるとベンチ内で怒りをあらわにするケースがあったようです。そのため工藤監督は指揮系統を乱したり、ベンチでチームの雰囲気を悪くする自制心がない選手にキャプテンを任すことはできないと考えたのかもしれません。キャプテンを剥奪されてから1年後の2020年は内川選手が最も苦悩した年になりました。2020年は新型コロナウイルスのパンデミックによりシーズン開幕が3ヶ月延期されて6月開幕となりました。内川選手は新型コロナウイルスによる開幕延期によって打撃の調整に苦しみ、6月のシーズン開幕時は絶不調、開幕2軍スタートを言い渡されました。内川選手が開幕を2軍でスタートさせるのは横浜ベイスターズに在籍していたプロ3年目となる2003年以来で、実に17年ぶり、本当に屈辱だったことでしょう。それでも内川選手は自身の打撃を一から見直し、徐々にコンディションを取り戻していきます。すると2軍戦ではヒットを量産し、7月終了時点では32打数15安打、打率4割6分9厘と他の2軍選手とは格の違いを見せつけました。この成績を見れば1軍に呼ばれるのは間違いないと誰もが思ったはずです。しかし1軍に上がったのは2軍で不調だったバレンティン選手。不可解な決定に対してネット上では、内川干されたんじゃない、不可解な決定という声が上がりました。工藤監督は内川選手を1軍に上げなかったことに対して、
シーズン中にその理由を述べることはありませんでした。しかし、シーズン終盤に差し掛かった9月29日、ついに工藤監督が内川選手について次のように言及。二軍の試合はいつも見ていて、状態も把握している。しかし、一軍の打撃コーチから、ぜひ内川を上げたい、という声がかからない。現状、このチームにいるのは厳しいかなと思う。事実上の戦力外通告でした。実際、内川選手がチーム内で必要とされていないことがわかる工藤監督の行動はいくつか見受けられました。例えば、2020年から福岡ソフトバンクホークスに加入したバレンティン選手は、夏場に股関節痛に悩まされていました。バレンティン選手は一軍に在籍することはチームのためにならないと考え、工藤監督に二軍に降格してほしいと直訴。それでも、工藤監督はバレンティン選手に対して、代打でもいいから、一軍に残ってほしい、とバレンティン選手を一軍に留めました。その後、バレンティン選手の降格時にも10月のデスパイネ選手の故障時にも、入れ替わりで一軍に上がるのは内川選手ではありませんでした。工藤監督の、どうしても内川選手を一軍に上げたくない、という、強い意志を感じ取れるエピソードではないでしょうか。結局内川選手は2020年限りでチームを退団することが決定。活躍の場を求めて他球団からのオファーを待つということになりました。工藤監督はチームを去る内川選手に対して一日でも長く他に行っても頑張ってほしいとコメントしたものの、工藤監督と内川選手の関係は良好なものではなかったようです。内川選手は長年ソフトバンクでキャプテンを務め、2020年を含む在籍期間中に5度のリーグ優勝、7度の日本一に導きました。しかしこれだけチームに貢献した選手にもかかわらず、球団側は退団会見の場を設けず、退団のセレモニーが開かれることはありませんでした。この一件だけでも球団史の中でも屈指のチーム功労者にもかかわらず、内川選手に対する球団側の冷たい対応が見て取れます。内川選手が一軍に上がれなかったのには、工藤監督との関係悪化以外にも、福岡ソフトバンクホークスのチーム事情が関係していました。福岡ソフトバンクホークスは3軍制を導入しており、2023年からは4軍制に拡張されます。そのため、多くの若手有望株がひしめき合い、毎年世代交代が行われているのも事実です。2020年は開幕から、内川選手と同じファーストである栗原良也選手が好調をキープ。この年の開幕戦では2番ファーストとしてスタメン出場し、サヨナラタイムリーヒットを打つ活躍を見せました。栗原選手は2020年には118試合に出場し、打率2割4分3厘、ホームラン17本、73打点の好成績を記録。また、翌2021年には内外野の守備だけではなく、キャッチャーができるユーティリティ性が評価されて、東京オリンピックにも出場。福岡ソフトバンクホークスでも4番を務めることも多く、チームの中心選手として活躍しています。2020年開幕時点で内川選手は37歳。対して栗原選手は23歳。将来性を考えれば栗原選手を育てることを優先してもおかしくはありません。また2019年代走として大活躍し、プレミア12に日本代表として選出された周東右京選手の台頭もありました。常勝軍団である福岡ソフトバンクホークスで生き残るというのは相当難しいということもわかります。内川選手は福岡ソフトバンクホークス退団後、2021年に東京ヤクルトスワローズに入団。2021年の東京ヤクルトスワローズは優勝争いで安定した位置をキープ。見事7年ぶりのリーグ優勝、さらに20年ぶりの日本一を達成しました。2021年にヤクルトが日本一になったことで、なんと内川選手は2017年から2021年まで5連覇を経験したことになります。2022年、一軍出場は7試合にとどまり、この年限りでの引退を表明しました。内川選手の引退試合では工藤公康氏がサプライズゲストとして登場。工藤監督は内川選手と握手し、花束を手渡しました。今後内川選手が打撃コーチや監督として野球界に関わることはあるのでしょうか。
内川選手の第二の人生も気になるところですね。内川聖一選手と工藤公康監督、二人の間には確かに確執があったかもしれません。しかし内川選手の引退試合にゲスト出演する工藤監督の目にはうっすらと涙が浮かんでいるように見えました。ソフトバンクでは意見がぶつかることがありましたが、たもとを分かった後は良好な関係に戻っていたようですね。内川選手と工藤監督の発言やエピソードについて感じたことや皆さんが持った印象があれば、ぜひコメント欄で教えてください。またこの動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方はチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけますと励みになります。他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。